テトラ社のプラナーポジションステージというものなんですけども、円光補正をしながら進むステージです。ステージのサイズが100ミリから250ミリまでありまして、最大のスピードが500ミリパーセットで、こちらのステージの特徴なんですけども、こちらご覧になっていただくと分かるんですけど、この2ヶ月の下にコイルがテトラ型に入ってまして、で上にあの浮いてるスライダーがに永久磁石がついていて、それをあのエアベアリングに浮かして、あの磁界でコントロールしているステージです。振動に入れるステントの微細加工ですとか、あとはあのこれ時計のあのギアをレーザーと合わせてあの加工したりするステージです。で来年ぐらいにはあの新しいそういう、もっと速い高速通信を使ったあの、コントローラーとレーザーのシステムですとかも、開発する予定がありまして、で、こちらのステージなんですけども、こちらの磁界のバランスでこう動いていくんですけど、それを下にあるオプティック、こちらのちょうど下にオプティックセンサーというのがついてるんですけど、それで位置情報を読み出して円光補正をしながら、進んでいきます。なのであのこういうトラジェクトリーラインっていうのにあの適している、ステージです。